5分기다. 引退ロードシングル5人掛け2人目は。
だけ。
Zes van honderd van honderd van honderd van boom. インサイロードシングル5人掛け4人目は
最後の対戦相手は、
最短5分というか、5分というか、残り時間5分30秒、残り時間30秒。
ただいまの試合9分58秒勝者大畑美咲中川智香選手に激励賞としましてアンドリューのエッグタルト東京様よりエッグタルトの贈呈です。そして花束の贈呈です。お疲れ様でございました。ご苦労様でした。めっちゃしんどいやろ。私も体験したから分かる。めっちゃしんどい。しかもあのラスト1分からのあれはないと思う。こいつは本気の悪魔よ。ご苦労様でした。これで心置きなく引退をしてください。もう何、あ、まだあった、まだあった、まだあった。半年もないわ。感じがありますね。じゃあ、あとウェーブでは中川さん、あと残り3回、はい、ざっくりとですが、カードを決めてまいりました。次週、19日、今日決着がつかなかった唯一の相手、山形さん、もう一回お願いします。最後じゃないですよ。誰が最後来たの？いや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 。で、あやこさん、もう一回組んでもらっていいですか？はい。で、この2人の、アマンドのもう美しい思い出だけでやめとけ。この2人のね、出会った場所の高道のく呼んでみました。鼻向けですよ。坂道の区中川智香に対ラスアベントです。まあ、あの下が日本語やめてもらっていいですか？タックね、よろしくね。あの一応言っとくけど、あんたらタックチャンピオンだからね。分かった。男子という家でも負けないでくださいね。そこはあの後で個人的な話じゃん。で、26日ワンデーと誰がいるサイド？ワンデートーナメント、スーパーミドルガメ、中川さん、かなさん、かほちゃんの、あの、ミドルガメでお願いします。はい、あとで、あの、LINE を送っとくんで。はい。あと、12月の3日、中川さんの対戦相手は、パートナーは決まってません。対戦相手は、あなたが本当に気にかけてやまない。ブリバト4色ました。はい、はい、いいですか、そんな感じで。で、12月4日、4日じゃない、3日、中川さんは出ませんが、中川だらけのバトルロイヤルをやらせていただこうと思います。いいですね。コスチュームを、はい、あるだけ持ってきてください。入る人だけでやります。はい、そんな感じですかね。あと、もう一つ来週のカード、来週メラニーがラストジャパンなんです。はい、メラニーさん20日に帰るんで、19日が、メラニーラストマッチになります。ちょっといろいろ悩んだんですけれども、メラニーの多分一番日本で過ごした時間が長かった人、長浜ひろいちゃん、長浜ひろいちゃん死ぬ気で頑張りなさい。今日戦った飯田の倍はあります。いいですか？はい、死ぬ気で頑張ってね。大丈夫？ダメでしょ。ダメですよ。私も次に動かれなかったの。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、もうプロレスやりたくないでしょ。もういいですよね。もうこれをやるとみんな引退して帰ってこないんです。だからそのためにやるんです。私、お前らもインターネットやるからな。お前らインターネットやるから覚えてるよ。はい、じゃあ中川さん最後締めていただいていいですか？
いいですよ、座ったままでもいいですね、座ったままで。戦い切りました。